こんにちは。今日は就活の軸ってどうすればいいんだろうという疑問に答えていければと思います。就活の軸を教えてください。何を大事にして会社を選んでますかみたいな質問、面接でよくされると思うんですが、その質問に対してどう答えればいいかわからないといったコメントを今まで数多くいただいてきました。いただいた質問の中から皆さんにも参考になるなと思う質問をピックアップして解説していくことによって、就活の軸に関する不安な点を解消できればと思ってます。私のチャンネルでは今まで10年以上就職活動のサポートをしてきた、そのノウハウをもとに皆さんの就活の悩みを解決できるような動画を数多く出しています。もしこの動画を見て参考になるなと思っていただければ、高評価とチャンネル登録をしていただければ嬉しいです。それでは早速内容に入っていきます。一つ目はこちらです。就活の軸が自身のアイデア、創意工夫が形になるにしているんですが、幅広すぎるかなと感じます。ぶん投げる形になっちゃってますが、どのように変えていったらよろしいでしょうか。はい、まず自身のアイデアが形になるだと、パッと浮かぶのは広告業界が当てはまるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、広告業界だと、この表現だと当てはまらない人材だなというふうに思われちゃうんですよ。で、どういうふうなところかっていうと、広告業界で大事なことって何かっていうと、広告主からお金をもらって、広告主が求めている広告効果を上げることがミッションになるんですね。なので、自分が作りたいアイデアを形にするんじゃなくて、顧客に利益をもたらすアイデアを形にするという、顧客が主軸になるので、自分が作りたいものを作りたいという表現をする人は、広告業界があまり合わないなっていうふうに思われやすくなります。で、じゃあ、アイデアを形にしたいってなると、どういうふうに思われるかっていうと、本当にそれがやりたいことであれば、芸術家になって、自分が思う作品を作ると。で、その作った作品に対してお金を払ってくれる人を見つけていくという芸術家として進んでいく方向性になるかなと思います。一方で、面接官は今までいろんな人を面接してきているので、このようにアイデアを形にしたいだとか、あと似たような例を挙げるとですね、個性を発揮したいだとか、そういう表現を面接で話す人の 99% の人は、そのアイデアを本当に形にするっていうところまでやりきることをしないで、なんとなくできたらいいなっていう柔らかい状態でその発言をする人だなっていうことを経験上面接官は思ってたりします。なので、そこと重なる人だなって思われると、実際ビジネスのシーンで成果を出すまでやりきるっていうことができなさそうっていうふうに思われてしまうので、そういった点でもリスクが高い表現だなと思います。またですね、就活の軸として伝える上で大事なことっていうのは、それを伝えることによって、たくさんある企業の中からこの範囲のところを受けてるんだなっていう風に絞り込めるもの、それが就活の軸として適切になります。でも創意工夫ってどうなるかっていうと、創意工夫ができない仕事なんて世の中にないんですね。ほとんどの仕事は自分次第にどうにかできる余地っていうのは残されています。なので、その創意工夫がしたいだと、別にどの会社どの仕事でも当てはまるから、なんでじゃあここを受けてるのかっていうのは分かんないな、伝わらないなっていうふうに思われてしまうような内容でもあります。そういった点から、今いくつかの要素を伝えたんですけれども、こちらの軸っていうのは面接で伝える上ではあまり適切ではないかなと思います。では続けていきます。2つ目はこちら。私の就活の軸はグローバルさと事業に幅があることとしています。グローバルさについては、過去の留学の際にホストの職場を見学する機会があり、その風土に憧れたためです。事業の幅については、私の人生の目標を達成するために、多くの選択肢がある方が有利だと考えているためです。以上を面接で伝えようとしているのですが、改善点、アドバイス等ありましたら伺いたいです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。どういうことを思ってるかっていうのが、面接で話した時に伝わらないようになってるってことは非常に大切です。で、今書いていただいた内容はどうかというと、グローバルさ。と一言で言っても、グローバルさってすごく多様な意味を含んでいると思うんですね。例えば英語が使える環境であるとか、日本人以外いろんな人種の人がいるから多様性のある考え方が受け入れられる環境であるとか、まあその他に挙げるのいくつかあるんじゃないかなと思うんですけれども、そこをしっかり伝えないと、何をもってしてグローバルって言ってるのかがわからないっていう風になってしまいます。そこが伝わらない表現を話していると、相手に伝える力があまり強くない人なのかなという風に思われてお見送りになる可能性が上がってしまうので、そこが要注意ポイントだったりします。で、それ以外の部分なんですけれども、
グローバルな環境がいいと言ってる背景が、留学した先のホストの職場見学をする機会があり、その風土に憧れたっていう風なところがあるんですけれども、どういう職場で働いていたのか、どの仕事で具体的にどういうところに憧れてたのかっていう具体的なところがないと、一つ目にお伝えしたのと同じように抽象度が高すぎて相手に伝えることができない。相手がだからうち受けてるんだなとか、だからこの業界受けてるんだなっていう風に分からなくなってしまうんですね。なのでそこも修正する必要があるなと感じましたし、またですね、憧れで仕事を選ぶっていうのは非常に危険度が高くてですね、仕事でミスマッチにならないためにはその仕事を理解することっていうのはとても大切です。なんですが、憧れっていうのは理解からめちゃくちゃ遠い存在なんですよ。なので憧れで選んだ人っていうのは、その仕事に就いた時に実際の現実と向き合った時にミスマッチというか大きなギャップを感じて離職になる可能性が高い人が多いんですね。なので憧れっていう表現を使うのも避けた方がいいですし、実際憧れた気持ちだけで見ているのであれば、それは仕事を選ぶ基準としては不適切かなと思います。で、後半部分なんですけれども、人生の目標を達成するために多くの選択肢がある方が有利という部分ですけど、ここもですね、一つ目の抽象度が高くて伝わらないっていうところと重なるんですが、どういった人生の目標をお持ちなのかがわからないので、事業の幅があるのがいいっていうのと結びついてるかどうかがわからない。なので言われた方、面接官はこれを聞いたとして、だからこの中からこの枠の中に入るうちを受けてるんだなっていうのは伝わらない内容になってしまっています。ここは前半のグローバルのところとか風土に憧れたっていうところと同じような伝わりづらさを持っています。またですね、幅がたくさんある方がいいっていう部分も、これもですね、かなりリスクのある表現になっていまして、自分の人生の目標が明確であれば、そこにたどり着くための手段も絞られてくるんですね。で、そこでたどり着くための手段が絞られていない状態であることが広いほどいいっていうところにつながってるんですよ。広いほどいいってことは、やりたいことが絞られていないから特定できてない状態なのかなというふうに思います。また実際その仕事に就いた時に、事業がたくさんあろうとも、実際にできる仕事の種類っていうのは一つの事業に身を置くことになりますし、そこをポン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 移動するっていうよりかは、何年もそこで働く、移動するにしても、例えば100の事業を持っていたとしても、そこでずっと働いても100の事業全部経験できるなんていうことは難しいのが実際の現実だったりします。なので幅広い事業をやっているから、それが人生の目的に近づくことに直結するなんていう状況がですね、発生することの方が少ないなっていうふうに思うので、なんとなくの目標を定めてる人なんじゃないかなというふうに感じられてしまうんじゃないかなという点も、この内容を見て心配だなと思った点です。そういった点が面接官が見た時に感じることなので、そういった抽象度の高さであったりとか曖昧な部分っていうところをなくしていくと、よりパワーアップした軸になるんじゃないかなと思います。では続けていきます。自分は現段階で達成したいというビジョンをもとに就活をしています。自分の軸の作り方は、ビジョンを達成するためには〇〇だった方がいい、現代的に基づくをピックアップしていて、それらを軸としているのですが、この考え方としては合っているのでしょうか。就活瞑想中なのでアドバイスをいただきたくメッセージを送らせていただきました。一つ前の添削と結構似ている部分あるんですが、今いただいた質問内容だと、抽象度が高くて合ってるか合ってないかの判断がつかないんですね。で、自分が達成したいビジョンが明確にあるのであれば、そこに対して人生かけて向かっていくぞって思えていれば、おそらくこういう悩みって持たないと思うんですよ。で、ビジョンがあるというふうに書いてあるけれども、実際にはない状態というか、頭ではこれかなと思ってるけど、心の底で本当にここに向かっていくんだっていうふうに思えていないので、就活で迷走してしまっているんじゃないかなというふうに思います。で、ビジョンに基づく就職活動するときのポイントとしてはですね、それが自分の心の底からここに目指すんだっていうものになっていれば、これでいいんですかねというような、正解を求めるようなコミュニケーションにはならないんじゃないかなというふうに思うんですよ。なので、その考え方としては合ってますかねというふうに聞いている時点で、おそらく本当の自分のこれをやりきるんだっていうビジョンはない方なのかなと思います。それが面接官にもきっと今のままだと伝わっちゃうと思うんですね。なので、どっちかというとないビジョンを元にあるというような表現をするっていうよりかは、もうちょっとこっちに足をつけた就職活動の軸っていうところをもう一度自分と向き合ってしっかりと洗い出していくといいんじゃないかなと思います。で、実際ですね、自分のビジョンではなくて、就活で内定を取るための目的、こういう業界こういう仕事で内定を取りたいんだっていう場合はですね、それを取る目的のもとでこの軸どうですかっていうのは書いていただければ、全然添削して受かるためにはこういう視点が必要ですよっていうフィードバックはするので、ぜひぜひそう言った時に自分では分からないなっていうところがあればコメントをいただければと思います。はい、
以上が軸の動画となります。結構ですね、厳しいフィードバックで軸難しいなって思ったかもしれないんですけれども、この軸の部分ですね、考え方のベースが一致していれば、そっから先の面接のいろんな質問がですね、スルスルという風に解けていくので、最初にここの軸っていうところですね、バッチリ固めていくのが必要なので、フィードバックちょっと詳しくしていきました。コメント怖いなって方もいるかもしれないんですけれども、もし自分のもフィードバックしてほしいなって方はコメント欄に書いていただければと思います。最後まで見ていただきありがとうございました。皆さんの就職活動が成功して素晴らしいキャリアが描いていけることを心より応援しています。ありがとうございました。